ない高笑いなんてするもんじゃないな。でももう一度笑っとこう。やめなさい。そんな意味のないことで喉を痛めてどうするのよ。でもこんな機会めったにないし、少しくらいテンション上げてもいいと思うんだよ俺は。まあ気持ちはわかるけどね。輸出業が成功したおかげでここまで好景気になるなんて。このまま国が豊かになれば民は喜ぶし、予算も増える、できることも増えるし、国の価値も上がる。いやいいことずくめだな。俺この先もずっと王子様として優雅に暮らすわ。ちょっと前まで隠居するだの売国するだの言ってたくせに。隠居売国、何のことだか分かりませんな。俺は贅沢三昧しながらできるだけ今の地位に甘んじる所存ですよーだ。それにしてもマーデン寮の売上収入がずば抜けてるわね。ああ俺の名案のおかげでな。ナトラに侵入したことで東側の豊富な品物を仕入れられるようになったマーデンが、それがそのまま西側諸国に受け入れられるってわけじゃない。何しろレベティア教は大陸東部を野蛮な民の集まりだと決めつけて、その生産品まで毛嫌いしているものね。そこで俺はマーデンと共謀して商品を偽装、帝国産の品物をナトラ産として輸出する画期的アイデアを思いついた。その思惑が大当たり、結果マーデンの流通は飛躍的に発展。いやーつれーわ、俺が天才すぎてつれーわ。でもこのままだとあと10年足らずで経済力が拮抗するわ。お下手したら独立されちゃうわよ。さすがに放っておくわけにはいかんよな。